はいどうも、なおちんです。さあ今日もオクトパストラベラー2やっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日はこの装備を使ってみようと思います。まだね、使ったことはないんですよね。 HP が1200上がります。アルピオネのお守りですね。装備効果が HP が低いほど攻撃ダメージが増加するなんですけども、HP が、低い状態を維持するのって結構難しいので、これねつけないんですよね。でも実際かなり強そうなので、どれぐらいの効果があるのか今日は調べてみようと思います。まず、自分の HP がマックスの時で、次は半分の時だね。でそして HP が1000を切った頃、90% 切ったぐらいでもう一回測って、で、HP1 になってもう一回測る。その4回ちょっと測ってみましょうか。どれぐらい、攻撃力が増加していくんでしょうかね。まあ、とりあえず、試合をして、どれぐらいのダメージを与えていくのか見てみましょう。ちなみに装備はこれですね。歴戦の剣と巨人のコンボで物理アビリティがプラスされてます。で、用心棒のバンテージで攻撃力なども上げてますね。んで、勝利を呼ぶ指輪、アルピオネのお守り、この2つをしてます。一気火星とか、あと、進化の銃河とかは、ちょっと攻撃力が上がりすぎるかなと思ったんですよね。なので、これでいきます。んで、アビリティですけども、これですね。いきなり底力マックス、先駆け、ダメージ限界突破。で、物攻 50% アップですね。満身の力入れると、ちょっと測りにくくなりますので、満身は入れておりません。はい。まあ、とりあえず、一度、HP マックス状態で戦ってみましょう。どれぐらいダメージ与えれるんでしょうかね。技を使っていくか。まあ、BP は1使おう。BP1 のこの先駆け状態でやっていきます。いいかな、これで。獅子狩り。いや、獅子狩りなんか一撃でいけそうな気するな。いや、いいか。獅子狩りでいきます。はい。1万5000と2万ですね。1万5000、2万。まあ、これが HP マックス状態ですね。じゃあちょっと HP 半分まで減らしてみましょう。それでは次は HP を半分まで、減らしてみました。3425なので6981の、まあ、半分以下、51% ぐらい HP が減ってます。 51% HP が減るとだいぶダメージが変わるかな。さっきが、1万5000の2万だったよね。今回は倍ぐらいいくか。どうだ、あんまり変わらんな。 HP 半分減ってもダメージはほぼ変わりはありませんね。もっと減らさなきゃダメ。では HP また減らしてみました。今回が 30% ですね。 HP が 30% の状態だったらばさすがに変わるでしょう。 50% 以下だったら全然変わんなかったんだよね。 30% だったら違いが出てくるんじゃない。どうだ、さっきが1万5000と2万でした。お、上がった。倍まではいかないね。倍まではいかないけども 1.56 倍。HP 30% 以下になると、ダメージが 1.56 倍まで増えました。これもうちょっと減らしてみようかな。多分まだ上がると思うんだよね。さらに HP を減らしてみました。3桁だね。886、だいぶ減ったよね。これだったらば2倍は出るんじゃない。さっきのが、HP30% 以下ぐらいで 1.56 倍だよね。なのでこの数値になると倍ぐらい出るんじゃない。
3万と4万ぐらい。どうだ、あ、もっと出るわ。一気に上がったな。一気に上がった。2.3倍とか、それぐらいのダメージが出るようになりましたね。あ、あー、この倍率はなかなかすごいね。結構上がる。次は HP1 にしてみました。1だったらどうなの？最大ダメージがこれなのかな？か、もしくはさっきの HP880 ぐらい、あれでもう頭打ちかな？どうでしょうか？いってみましょう。通常が1万5000で、2回目が2万だったね。 OK、 いきましょう。おいおい、え、ちょっと待って、剣が錆びる。3倍？いや、3倍じゃない、3倍以上だ。え？すごい倍率になった。これとんでもない装備かもしれませんね。いや、でも使い方難しいな。さあ、それでは戻ってきました。今日はアルピオネのお守りの検証ですね。検証結果ですけども、HP が 50% 以下になってもダメージは変わりません。その後から変化するみたいですね。HP が 30% 以下の場合 1.67 倍ですね。ダメージが 1.67 倍になります。で、HP が 15% を下回ったぐらいからダメージが 2.6 倍ぐらいですね。とんでもなく上がるよね。で、最終的に HP が1になった場合、HP1 の時のダメージが、通常の 3.2 倍ぐらいですね。3.2 倍だよ。これ、他の装備とかと併用したら、結構とんでもないことになるかもしれませんね。うん。進化の十眼を入れて、で、ソローネ・テメノスをパーティーに入れてる状態だったら、多分、BP1 使った攻撃で、カンストするよ、これ。これ、とんでもないぐらい、強いですね。でも、この HP を、維持するっていうのがなかなか難しいかな。あ、まあ、無敵スキルとかね、そういうのを使っていけば、まあ、使えなくもないかもしれないんですけども、まあ、結構、リスキーではありますね。はい。ということで、今日は検証をやってみました。では、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。